6番の選手が最初に走行されます。慶応義塾大学より津田修吾選手と圭壮です。2番と始めるように中小学生競技 C クラスの競技が始まりました。さあ1番の選手、慶応義塾大学の津田修吾選手が走行しております。さあこの選手は東洋令和女子学院から慶応義塾大学の法学部法律大学に進学いたしました。4年生大学生競争、北海道の青川牧場で生産されましたサラベット15歳になります。予定はさあ第6から2つ続くダブル障害になります。エイ・ミンコクリアしました。さあ回転しまして第8障害の垂直障害、これをクリア。回転しまして奥行きがあります。9番のトリプルバーの障害、おじさん一つの障害を落下しますと走行タイムに4秒かかっております。スキーワンド始めし競技、後ろ。現在一つの障害が落下であります。最終の12番の障害に向かいまして、これをクリアしますと今フィニッシュです。走行タイムが73秒。